皆さんこんにちは。はい、レイディジャパンルアンです。今日は皆さんに日本の旅行がおすすめという話をしたいと思います。今日の内容ですね、今日本に住んでいる私とレイディジャパン日本人ユキと考えた内容なので参考になると思いますので、ぜひぜひ皆さん見てください。今回はおすすめな理由は5つと、もし日本に来たら必要なお金について話します。はい、まずですね、もしみんなは海外に旅行したら、どこに行きたいですか？もし旅行したら私は日本がおすすめです。理由が5つがあります。はい、まずですね、おすすめな理由の一つ目ですね。日本の景色についてです。はい。日本は、四季があります。春、夏、秋、冬、それぞれ違った景色があります。さらに、日本には、有名な場所がたくさんあります。例えば、東京、大阪、京都、沖縄、北海道とかたくさんあります。はい。その有名な場所以外には、日本の田舎とか山とか、すごく綺麗なので、一年中、いつでも、どこにでも、日本に旅行したら、楽しむことができると思います。ぜひぜひ、チャンスがあれば、日本に行ってみてください。二つ目の理由は、交通機関が充実していることです。言うまでもなく、日本では、電車がたくさん走っているので、どこでも移動することができます。もちろん、バスやタクシーもたくさん走っているんですけど、旅行したら、タクシーで移動することはとても高いと思います。できれば、電車やバスを使ってください。三つ目の理由ですね。三つ目の理由は、日本人のマナーがとてもいいことです。マナーがいいのは日本の特徴で、日本に来たら多分びっくりするかもしれません。私の体験としてですね、日本に来てすごくびっくりしました。なんか日本人全員誰でも子供から年寄りまでみんなは意識を持ってマナーを守っています。また正解的には日本はものすごく安全です。なので夜ですね、夜は妖精一人で道を歩くことも普通ですよ。なので安心して旅行することができます。そう言っても、どこでも悪い人もいますので、できれば気をつけてください。四つ目の理由は、日本のサービスがとってもいいことです。ベトナムでは、買い物をするときは、私はちょっと怖い感じがあります。なんか、もし、店入って何も買わないと、帰るときはちょっと、となんか店員さんの態度はちょっとですけど、でも日本ではどんな店でもお客さんが入るとき店員は笑顔でいらっしゃいませと言って、帰るときはありがとうございましたと言ってくれます。店の中では自由に物を見たりして買い物することができます。もし何も買わなくても買えるとき、店員さんは同じように優しく接してくれます。すごくいいと思います。最後の理由は、日本人が英語が話せる人が少ないと言われていますけど、でも、有名な場所、観光地にはほとんど英語が書いてあります。なので、心配することはないです。また、もし困ったとしても、日本人に聞けば、簡単な英語で一生懸命
説明してくれて、案内する、案内してくれることも多いです。もし困ったら、ぜひぜひ日本人に来てください。その以上は、おすすめな理由です。これ以外はたくさん日本の魅力がありますので、みんなは直接日本に来て、体験した方がいいかなと思います。はい、次は、もし日本に来たら必要なお金について話します。それについて人や場所によって違うと思いますので簡単に説明します。例えば日本にはお水とかジュースはだいたいですね、だいたい100円、1本は100円。カフェのコーヒーだったら500円ぐらい。レストラン、昼ご飯ですね。500円ぐらいから1000円ぐらい。晩ご飯ですね。昼ご飯よりちょっと高いですけど、大体は1000円から2000円ぐらい買えることができます。ホテルはベトナムより、高いですけど、でもホテルはすごく綺麗ですよ。まあ、大体一泊は5000円から1万5000円ぐらい。かかります。あ、交通費ですね。やっぱり、タクシーだったらすごく高いですよ。近くても、1000円かかります。できれば、電車やバスを使ってください。はい。それは、大体の値段のイメージですね。やっぱり、違う場所もありますので、参考にしてください。はい、これは私の、日本の旅行おすすめです。はい。この動画は、もし面白かったら、グッドボタン、コメントとチャンネル登録してください。ありがとうございます。次の動画もよろしくお願いします。